仕込み1。テーマ、もう無理。小規模デイサービスで働いていましたが退職しました。利用者や同僚は良い人ばかりでしたが、施設管理者と性格が合わずに退職を決断。仕事上の注意を聞くことは当然ですが、過去の失敗の蒸し返しや人格否定までされてました。もう無理でした。退職を申してたら、さらに嫌がらせ、自己中心的すぎる、恩を後で返して、と畳みかけられて、 本来は1ヶ月前に退職を申し出る決まりでしたが、その発言を受けて1ヶ月待たず即日で退職を実行。社長に電話で事情を説明し、晴れて退職できました。今は本当に安堵しています。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日はもう無理をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミに 退職面談終了しました。これまでの感謝の気持ちと今後も変わらず接していただければと伝えたところ、裏切り者と付き合っていると下に示しがつかない。君とはもう付き合えないよとのお言葉。あまりの冷酷さに気分が悪くなりました。退職イコール裏切りって考えがもう無理ですね。ただ逆にスーッと冷静になり、退職の決断に迷いがなくなりましたよ。それでも変わらず付き合ってもらえる方々には感謝です。口コミさん。 この会社、もう無理と思えるうちに退職代行を使うのも悪い選択ではありません。私は会社の人たちからやつぎばやの指示を裁き続け、裁いた仕事に何かしらの文句を言われ続けました。それでももっと頑張れるはず、もっともっと努力しなきゃと無意識に自分を追い込み続けて、最後はメンタルダウン。何をしても勝手に涙がこぼれるようになり、会社の無礼期に着くと嘔吐するようになりました。そして退職代行サービスを使って退職しましたね。 無責任かもしれませんが自分を守るためには仕方なかったし後悔していません口コミ4大手商社系の携帯代理店で働いていました本社はコンプライアンスも厳しくパワハラも撲滅するように取り組んでいましたが店舗は全くそんな意識はなし 詐欺まがいの接客も強要されていましたよ。何度も退職願いを提出しましたが、引き止められて、ニッチもサッチもいかない状況。もう無理、と退職代行を使ったら、あっさりとその日に退職することができて、さらに有給も使えました。本当に追い詰められた中での助け船でしたね。口コミ、5。 海上自衛隊に17年間勤めてきたが、もう無理。特別な仕事とはいえ、まともな生活は送れない。あまりにも拘束時間が長すぎて、時給換算で600円を超えたのは、学校に行った時くらい。開始の時なんて、時給300円台が普通。ゴーストスイーパー三上の横島かよってみんな嘆いていた。休日だって、年間30日もない。そんな貴重な休暇も、いつ呼び出されるかわからない。常に携帯電話を持ち歩かなければならず、温泉にも入れないという状態は、厳しすぎる。 口コミ6 大手の化学メーカーですが、連鎖退職が止まりません。一昨年のコンサルからのアドバイスで、住宅手当打ち切り、今年に入り、全権撤回したものの、求職者多発。ここ3年で新入社員が30名も辞めていきました。お願いですから、課長の懇意にしている飲み屋のホステスを子会社の社長にしないでください。ご s も時間の無駄です。契約社員、パートなどで何とか回していますが、パワハラも改善されず、少なくとも会長や会長一派を排除しないと、この会社はもう無理かもしれません。 口コミ7。辞める前に休むのも一定ですよ。私はもう無理だと判断して休職しましたね。ボロボロと涙と立ちくらみと吐き気と発汗が止まらず、当然業務に集中することなんて不可能な状態。社内表彰も何度ももらい、期待されているのに、と悩みました。 今は給食1ヶ月でですすが休めて本当に良かったですいつからでもやり直せるしプライドを捨てて良かったもちろん今後の昇進や転職に結婚住宅ローン審査や保険なども不利にはなってくるでしょうでもハンデを受け入れて進むしかないと思えるようには回復してきたと思います口コミ8 飲食業界で勤務していますが退職したいと伝えたら同僚や上司から裏切り者だと怒りを買われました理由は今の職場は体力に限界を感じ休みも少なくもう無理だと思い自分の命を守りたかったからですただ退職したいと言った以上もう手助けなどもしてくれなくなりますもちろん上司は人手不足の中自分が抜けられると大変になり上司の計画が台無しになりますがそんなことはもう知りません 自分の抱えているプロジェクトのこと、また退職者を出すと評価が下がるということで頭がいっぱいいっぱいなのが見え見えです。口コミ9先日面談中に上司がプロリと本音をとろした。今、もう社内のあちこちがめちゃくちゃなんだよ。 この田舎の中小企業に転職して20年、思い返せば入社初日からカルチャーショックの連続だった。職責を果たしている管理職はほぼおらず、つまらないミスによるトラブルの多発で業務は進まず、売上高こそ確保しているが、生産性は低く、給料は20年前に辞めた会社の方がまだ高く休みも多い。もうこの会社が持続可能じゃないことは分かっているが、せめてあと10年だけ何とか持ちこたえてくれ、と祈る日々。口コミ、10。 アマゾンドライバーで親の追い先が短いことを上司に伝えた。そうしたら、契約書読んでね、急に辞めるとか無理だから、だった。最後は何とか立ち会えたが、葬式には出られなかった。もう無理と当然辞めた。今でも会社と客は恨んでいる。今は売り手市場で転職先もすぐに見つかるし、時代が変わったと肌で感じる。自分の中でもう無理というラインを感じたら、早め早めに逃げることも大事だから、覚えておいて。口コミ11 泥棒がいるダメな職場。今まではロッカー嵐だったけど、ついに入居者さんのお金が盗まれてしまった。ロッカー嵐は2回もあったのに放置した末路。早く警察に通報しないからこうなるんだよ。やったの一体誰なんだよ。みんな疑心暗鬼で誰だ誰だとひそひそ噂話ばかり。もちろん貴重品は身につけるとか、ロッカーがあっても過信は禁物とか、言いたいことはわかるよ。でももう無理だよ。犯罪者と一緒に仕事したくない。口コミ12。 リース量を削減するため、コピー機が1台、また1台と消えて、給湯室のコーヒーや新聞も消えていきましたね。私が退職してから1年半、勤めていた支社は閉鎖になり、残った従業員はリストラか関東にある本社へ転勤。経理部長や本部長は我先に次の帰省先を見つけて退職していきました。従業員の大量リストラや人件費削減で、他部署の業務が全て自分一人に引き継ぎなく丸投げされましたね。 そんな時、普段は優しくしてくれた周りの人や上司は見て見ぬふりで、誰一人守ってはくれませんでした。今考えると、もう無理と退職して本当に良かったです。口コミ、13。自動車のディーラーで整備をしているが、支給工具は最低限で、あとは自腹。時間がカツカツなのに、あれもこれもとご用命。今日はできないといえば、客も営業も文句の雨あられ。予約時に問題がないか質問してもないです。そして点検が始まる直前で、ああそういえば。 点検と洗車を合わせて1時間でやらないといけないのに、事前準備なしで終わるわけがないのにさらに平気で遅刻。資格を取っても給料を上がらず、年数が経っても上がらず、そして後輩の営業の方が給料も高くて笑える。もう自分は無理なので退職するよ。口コミ14。 強く言って部下が辞めたら自分の責任、できないことを主導しても結局尻拭いは全て自分。事務処理と対外案件と部下の尻拭いで延々仕事が終わらない。定例会議では人材不足に対して毎回毎回詰められるし、もうしんどいわ。もう管理職は罰ゲーム化している。極論だけど年功序列を排除して管理職を増やして負担を分散するしかない。管理職のメンタルケアや飲み代も会社負担で。口コミ15。もう無理となったやばい上司。 口癖がこんなこともわからないのかでうざい。部下を見下す他人の上げ足を取らないと気が済まないのか。自分の日じゃないのにみんなの前で怒鳴られた。ストレス解消だろう。しょうもない自慢話を聞かされても困る。口はいいから手を動かせよ。指示を出されてから10分後に違う指示が飛んでくるのは勘弁してくれ。スイカ割りのような切な的な指示はこっちもきつい。責任感がない。自分のミスなのに謝れないのはやばい。せっからパワハラとか、令和のこの時代になってもやってくるからな。口コミ16。 建設現場監督で27歳、基本朝5時半起き、帰宅は22時半から25時がデフォです。持っている資格は、一級建築士、一級施工管理技士、大学時代に宅地建物取引士と日照簿記2級を取得。なんとか資格を取って一人前になるとモチベーションを保ちやってきましたが、もう無理です。仕事に行く前に、いつも吐き気がしています。病気になる前に仕事を辞めるつもり、今やっている現場が11月半ばで終わるので、それをもって退職予定です。口コミ、17。 看護師ですが、好きな先輩が次々と辞めていくのは十分辞める理由になると思います。優しくて頼れる、すごくいい人ほど退職するという辛さ、逆に癖のある人ばかりが残ってしまいます。上司の差別や悲劇、矛盾も重なっています。もちろん転職しても必ずしもホワイトな職場だとは限りませんが、今の職場は残業代も出ません。とどめは上司の発言、老気に訴える人もいるけどどうにもならないよ。誰が訴えに来てましたよって教えてくれるし、八方塞がりでもう無理です。 口コミ十八。 カオーグループで働いていましたが、もう無理と退職。パワハラや隠蔽退質、好き嫌い人事に愛人疑惑のある人物の昇格など、叩けば誇りが出るような会社でした。コンプライアンス室にパワハラを通報しても、該当社員は何の音がめもなしという異常さ。また何をしているのかわからない社員が全国で数千人単位でおり、年収600から800万円もらっています。そのような人たちの給料を稼ぐために、馬車馬のように働くという状況に我慢ができません。テレビ CM などでスポンサーが多い企業なので、このような 実態は表に出ることがないいのもおかしいです口コミ19昇給率が低い会社は今後淘汰されるだろうね。俺は新卒入社8年目だったけど新卒と手取りが2万しか変わらなくてこの会社無理と判断して辞めたな人間関係はかなり良かったからなんとかギリギリまで我慢世間の退職理由の一番は人間関係だけど俺は違ったそれでももう30歳手前で転職するにはラストチャンスかも。 そういう焦りもあってやばいと思って転職活動スタート今じゃ当時よりも年収は150万円くらい上がったしかも残業は月60時間から0時間に時給ベースで考えると爆上げでクオリティオブライフは改善したから本当に転職してよかった口コミ20これで最後です 東京大学卒業後、電通に入社。入社1年目なのに残業時間は月100時間オーバー。しかも上司からは、君の残業時間は会社にとって無駄。髪がボサボサ目が充血したまま出勤するな。女子録がない。などとけなされ続けた。休日返上で作った資料もボロクソにけなされ、もう心も体もズダズダ。1日20時間も会社にいて、睡眠時間が1日2時間しか取れず、1週間で10時間しか寝ていない。眠りたい以外の感情を失った。もう無理そう。疲れた。 引用元高橋まつりさんのツイッター。以上がもう無理をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。